ふ、腐るという字にいきますね。まず短い縦、まっすぐの長めの位置、少し内側から立ち気味に払ってきます。この長さとこの長さが似たような長さです。じゃあ今から上に腐、下に肉を書きますが、下の肉の方を大きく書きます。じゃあ、これはちょっと45度ぐらいでいいかな。この交わったあたりから、ここよりも出ないように、左とだいたい同じぐらいかちょっと長めぐらいで点ですね。じゃあ肉を上よりも幅広く、横が長いですね。同じ長さで来て抜いたら、この長さを3等分した時の、中心から3分の1あたりですね。で、この、横線の下の部分の上の方、次も、ちょっとかぶったところから、下から3分の1あたり、また上の方に点を書いて